やんやんの誕生日の日はもう会えないって分かっているのでもう何日まで会えないっていうのはもう舞台のスケジュール的にも本人に聞いたやつでも分かってるからそれまで次会う時までにね準備したいと思いますスイッチが欲しいらしいんですけどスイッチは無理申し訳ないけど私の財力じゃ ワワワさんお疲れ5個陣イさんお疲れしんさん雪の結晶九郎さんお疲れおみかんさんたき火ありがとう陣イさんラブレター10通ひろっちさんラブレター11通ありがとうそうなのだからちょっとスイッチは無理だよスプマンテさん雪の結晶20個しんさん雪の結晶ありがとうねサンリオのイベントびっくりした私も今知りましたさっき。 あの公式の公式のツイートを見て知りました「えー、STU 出るじゃん」でもこれどうせまたメンバー後日発表パターンだろうなーと思って「えー、出たいなこんなに三輪を私ほどさこんな背景に三リを置いてる人いないんでしょ」このここの中にも三リをいっぱいこのぬいぐるみをめくってもめくっても出てくるぐらい三ンをオいるしこの裏にもここの裏にもねこの だだととかかシナモンだとかも,うしもういるしぬいぐるみだってここに見えないだけであっちにも置いてるしもうすごいこんなにね好きなのにどうなんだろうと思ったら PR 舞台も出るらしくてそれはもう確定で出るじゃないですかだからもう最高なんだよいし PR 舞台イエーイ 嬉しい超嬉しいです「ふうー!」ってなったさっき帰ってきて玄関で見ました玄関に一旦座ったんですけどその時にいつも私玄関に一回座ってあのスマホをいじる時間があるんだけどその時に知ったので玄関で喜びました「裕く君ストーブと焚き火10個ありがとう」でも結婚してはお断りですクロさん のリースあありりががととうういっちゃんハトラブレターもありがとうキャラクターはもう発表されてましたあのねいっぱいいたよアヒルのなんちゃらとアヒルのペックルみたいなやつとケロッピーとクロミとシナモンいましたシナモンはフーシナモンいると思ったから覚えてるあとポチャコもいたあとはね結構いっぱいいましたたくさんいた 歯車いないんのよ。歯車スタイルいないのよ。あやっとさんありがとう。シャーショーサさんラブレターありがとう。歯車いなかったんですよ凛子のおしめんねえ私最近の疑問があってこのねソラハタンと。 ソルハさんとお揃いネックレスさいつもつけてるんですけど最近絶対私のだけこのこの止める金具が前に来るのソルハさんは来ないの私だけなんですよでいつも美穂とかにも自撮り送った時とかにそれ気になるって言われていつも金具気になるって言われてソルハさんにもこの前同じ写真送ったら金具気になるって言われてどうしてるんですか皆さん何で金具が前に来ないの なんでなんかさみんな首の裏にさ収納するとことがありますもしかしてこう,うこ,ううこういうこういうのこうれをこれなんて言ったっけこのこれねいやもう頭の中がアヒルのペックルでいっぱいサンリオキャラクターに支配されてこのこれ金具金具をさ閉じ込めるなんか引き出しみたいなのついてんですか 私こういうえこの髪型をした時にこうやって,て「ぺちゃん」ってもう全部頭をこうやって分かりますか潰してくれるメイクさんで今日もうね今日の収録すごい楽しかったんですよマジで面白くてあるメンバーがめっちゃ面白かったであ,のあるまた違うその面白かったメンバーと違うメンバーのことをメールには書いたあのすごいね 待って説明したらいいんだメンバーじゃあメンバーえっと先輩メンバーのメールで前にその同期の私と同期のメンバーとお仕事しましたって書いてあってそこになんかすごい褒める言葉が書いてあったのねで私はその同期とあんまりお仕事で一緒にならないからおおと思って知らない一面かもしれないと思ってね で今日一緒になって特に意識して見てたわけじゃないんだけどあ気づいたことがあって「あこういうところかも」ってこの前メールとかで見たのってこういうところかもなっていうのが結構何回かあってなんかすごい私の同期ってもうみんな年下なわけですよ愛子以外。で今日は愛子と会ってないので愛子は療養中なので愛子と会ってないんですけどだから年下からもさこうやって毎日学ぶことがあってすごいなんかすごい楽しい。 勉強にななる日々だなぁと思ってメールに書いた「チョコミントさんブッシュドノエルありがとう」「クロさんたき火ありがとう」「スベイさん熊のリース10個ありがとう」そうなの「なで型だと金具が前になりやすい」え私結構怒りがたな気がするでもえでもね聞いて私結構肩張ってるんよ PR 舞台の衣装を作ってもらった時とかもあの今年のタンポポ制服あるじゃん黄色の制服花垂れのあれをフィッティングした時も肩幅広げてもらったんですよ腕が上げられなくて肩ででもリュックとかショルダーバッグとかなんかこう肩に持つと落ちるのだから斜めってるで型の 怒り方みたいいな,なんていうの肩幅はあるけどな撫で型みたいな,なんか分かんない滑り台みたいな分かんないんですけど困るそう私なんかの衣装の時肩パッドなしになったなんか忘れたけど高尾炭治郎さんアイスありがとうそう「なでの怒りの」のなんの ごついんですよわかるでしょうよ配信でもわかんないか今日はそう今日はオさんの生まれた日なんですよでも本人には会えなかったのででもラインでちゃんと1分ずらしてねおめでとう言ったので <laughs> そうメールでもねきっと今日パセのメール取っとけばもう 普段噂に聞く、おきさんおきさんメールが見れると思ったでしょう。残念、今日は本当にもう本当に。普段の一パーセントも発揮してないですね。普段が百としたら、今日一パーセントも。メールで、おきさんおきさんしてなくて。なぜかというと。毎日送りすぎて、何を。 改めてそんな急に改めてじゃあ今日はもう好き放題言っていいですよそんな好き放題言っていい人は誰も言ってないんですけど好き放題今日は年に一度のおしまいの誕生日だからどうぞって言われるとあってなってあっあってなって <laughs> 何も送れなかったでもさっき送ったもう届いたかなあ届いたそういえば。 違う22時ぴったしぐらいに届いてるメールは若干であれはパーセの1%ぐらいか大吉さんありがとういっちゃん雪の化粧ありがとう何にらみおきさんってにらみおきさんって何ですかえおきさんに動画送ったやつあらにらむどころじゃないですよ だ <laughs> からちょっと本人がやるとかじゃないと誤解をむかもだからまたいつか本人となんか MC かあ MC はちょっとなんかまた配信とかで一緒に喋ることがあればその時にその話はしよう違うかなその話じゃないかな黒さんアヒルありがとうそうだよソラハさんがきさんにプレゼント渡してるのは知ってるその それについての,あの話があるって今日朝配信で話したんよでもまた今度話しますそれもしばらくしてから数週間後に話しますねそれ昨日の夜の話私はもうそらはずにバカっと送った <laughs> バカっと送った話があるのでまた時間が経って。 んんんババカカなんですよ <laughs> バカっ,てなった <laughs> こんばんは明日めちゃめちゃ早起きなんだけどねここ最近で一番ってぐらい早起きなんですけど何も準備しなくて。 今帰ってきたから本当に何を着ていくかも決めてないんですよね明日絶対寒いですよね寒そうえっ待って今気づいたけどさショールームの背景メリークリスマスなの気が早いね気早じゃクリスマス終わった瞬間正月になるんかなもしかして年越し何になるんだえサッカーえそうサッカー見なきゃないよ私 今度の月曜日の『恋ラジオ』私なんですけどそのテーマがあのサッカー特集で <laughs> だからサッカーいつも話題ついていけないからあの見なきゃなと思っててで今日ソラハさんに教えてもらったんだけど私が5日五日に恋ラジオ出る時の日替わりアナウンサーさんが笹尾さんなんですよ。笹さんが今日なんかワールドカップの実況ししててるらしくて だから絶対その話もするじゃないですかチェックしなきゃと思ってこういう味はそう「いつかはパセ」ですミヤティさん雪の結晶ありがとう陣イさんのありがとうサッカーのために早起きするわけじゃないですよ普通にお仕事です明日は。 お仕事の早起きそんなそんなえ四4時からあるのサッカーもえー、マジでもテレビ見れないかも早起きで準備してたらもう明日はもうコンビニに朝から行く時間もないだろうと思って明日の朝ごはんを調達してきました調達済みです明日は追い越すヨーグルトの新作のリンゴ とあのパイナップルとバナナですいつもバナナ買わんけど絶対お腹空すくやんと思ってでも今日食べ過ぎたんですよ今日楽屋にね楽屋にあるお菓子がめっちゃおいしくてもうびっくりするぐらい初めて食べたお菓子があってねもうびっくりするぐらいおいしくてあのめっちゃ食べてしまってメンバーと。 あのメンバーが今日全然お菓子食べない人たちで,で最後帰るときに「全部持って帰っていいよ」と言われたからさすがにそれはやばいと思ってちょっとマネージャーさんに「これどうぞ」って言ってあげたんですけど結構食べちゃったので明日はちょっとヘルシーに朝ぐらいフルーツとかヨーグルトにしたいなと思ってでもお腹かはすくなと思って。 ちょっと腹持ちよさそうなイメージのある炭水化物とっとこうっていうねチョコだらけっていうやつえチョコまみれは知ってるじゃないですかみんなチョコまみれっていうさカントリーマームにチョコかかっとるやつは見たことあるやんけど今日パーが見たのはチョコだらけっていうホームパイにチョコがかかっとるやつめっちゃおいしくて私そういう何て言うんですかあのー サクサク系のお菓子がすごい好きなんよしっとり系の生地とかよりもサクサク食感があるものとかが好きなんですよあと生チョコとかの逆にねっとりしたやつとかが好きなんですよねだからケーキとかもサクサク系のパイ系かねっとり系のテリーヌしか自分では買わないだけどそのもうドンピシャのやつがあってもう衝撃を受けて でねさっきねあのコンビニに行ったんったけどコンビニで「チョコまみれを買うと来週ぐらいにチョコだらけが1個もらえますよ」って言う最近よくあるじゃないですかコンビニで1個買うと1個無料ってでもチョコまみれはいらんのよ私チョコまみれは大丈夫なんよやけんもしチョコまみれを買いたい買ってチョコだらけの券もらった人がおったら分けてほしいと思っとるメンバーに。 いやチョコまみでも美味しいけどあれはしっとりじゃないですかやけんね方言まみれ確かに確かにえそう数字のコンビニそうそうそうイレブンチョコだらけうまいえまみれねなんか 好きなメンバーの情報を入手したんですよ今日ソラハさんから <laughs> まみれが好きなメンバー情報をもらったけどでもちょっと前にはまってたって言ってたから今はわかんないもうブーム過ぎたかもですまだまみれてたらまだまみれててもしだらけいらんかったらだらけだけ欲しいカピバラミキヤさんバラありがとうしんジさん決勝ありがとう。 そう。<laughs> <laughs> ガラケーに聞こえるガラケーだらけは <laughs> 待ってだらけチョコだらけはチョコ2倍って書いてあっただからシミサラのキャッチフレーズみたいだなと思ったさらにいっぱい私の,あのシミサラの あのキャッチフレーズのものまねをするコツ教えますね清水沙羅のキャッチフレーズをのものまねをしたい方のコツは「清水沙羅です」って言ったあとっていうすかそれはあのポイント。さや香リンのキャッチフレーズのマネをいつかしたいなって思うてる人は「原田沙羅ですお願いします!」っていうなんかちょっと。 なんですかで,すで「よろしくお願いします」じゃなくて「お願いします」って言うんですよ絶対にもう僕体の頃から今は分かんないけどそれがポイントですお手振りタイムあるよちゃんあサラちゃんじゃんだシミサラいつか使ってみてください サヤンのモノマネは福岡県出身が言えないところがポイントだと思いますネグ <laughs> って同じこと言わない <laughs> そうサヤンは福岡県出身が言えませんいつも可愛い,い ーのえ最近アーナもモノマネしてないえあのねアーナにねしばらくなんかお仕事で会えなさそうやなと思って会うんですけど結局全然会えた会える予定がもうあったんやけど昨日まではもうしばらく全然もう多分1週間2週間3週間ぐらい会わんかもと思って「復帰おかえり」って送ってねあのしばらく そし,、ね、したら「あの町,畑町畑ばたで町ばたでばったり会おうね」みたいなの帰ってきて「町ばた」ってなって「道ばは聞いたことあるけど「町ばっと思ってね私が知らん言葉かもしれんと思って Google で一応調べたんですよ「よ町ばた」って。したらなんか「町のバター屋さん」って出てきて「いや違うな」と思って。に 町畑初めて聞いたけどアーナ語って聞いたら道端かーみたいな <laughs> なんか返ってきて「町端!」ってしかも町があの田んぼの谷この町じゃなくてちゃんとわかりますか行人名のやつねの町端んかすごいおしゃれ都会っ子だからさアーナ 都会の言葉かなと思ってあ私アーナより長く生きてるけど知らない言葉だったのかもと思ってちゃんとグーグルで調べたんですよでも知らなかったグーグルも知らんかったそう「待ちバター」<laughs> よく変換で出てきたなと思って私は「待ちのバター」しか出てこなかった。 おもろいもう全然さアーナとかリンコとかも全然会ってないから元気かな元気かな今日はなんか <laughs> ね今日なんかさあの人さリンコ吉崎リンコさんなんかあのツイッター見ましたか皆さんリンコのなんか私のあのあるじゃんタグわかりますか「パセリあのね」 私がファンの皆さんに「使ってくださいね」って言ってメしテロタグあるじゃないですかあれを検索したら出てきてなぜかりんご「ん?」って見たらソフトクリームで「なんか使っとるわ」と思って「いいね企画でパセリあのね使っとるわ」と思ってパセリあのねな え、そう瀬戸チャレのロケなんですよりんコ今日でも私まだ瀬戸チャレ一回も出たことなくてあれマイカーの番組なはずなんですよマイカーのメンバーと最近はもう違うユニットのメンバーみたいな組み合わせなんですけどでも私一回も出たことないのにりんコに先越されてしまいました瀬戸チャレ私もソフトクリームロケ行きたいあのカキフライのソフトクリームさ 味が気になっただから放送楽しみですねあれ前あのほのたんさんとコクアさんが香川の商店街であのやってていいね企画一万いいね企画やっとってで今年の春にロケ地巡りしたんですよ美穂とそらはさんと。で香川の商店街行ってねあのほのたんさんが行ってた「やの!」って書いてるドアにでっかく「やの!」って書いてるとこも行ったしあとは。 ハマタンさんが食べとったすっごいモンブランが絞られとるクレープのお店も行ったんです。でもその前に一旦ご飯食べよっかってなって、ご飯食べとる間に閉店しとってそのクレープ屋が。食べれんかったじゃんねその時。だからリベンジしたい。そう出たいです私も。アイス。<laughs> アイス食べたい。 プチチャラを出たあ違う。プチプチチャレンジ出ましたみほと2人でクレープ食べたプーさん雪の結晶ありがとう熊のリース塾ありがとう,ゆういちさんいいねありがとういいね <laughs> 目がカッサカサお私はさっきブラックサンドアイスを買ったんですけど聞いてほしい玄関でね食べよったんよ部屋に入って食べなって感じやけど玄関で開けてしまったけん玄関に座って食べよったんよねしたら「あっでって手が滑って。 ブラックサンダーアイス半分ぐらい食べたとこの切り口あるやんもうこの食べとったとこそれの真っ逆さまに玄関の,あの靴の方土足の方に綺麗にスタンプされてしまって本当にスタンプあの棒がまっすぐもう地面に垂直だったんですよ。でそれで 悲しくてしかもったいないしブラックサンドアイスってさコンビニでしか買えんからさやっぱちょっと高いじゃないですか。で悲しくてだからせめてついてない部分だけでも食べたいなと思ってちょっと後ろの方あの角っこの方ついてない方の角っこ棒側の方を頑張ってこうって食べたっい。悔しい。 そうよく落とすの福太郎さんアイスありがとう三秒ルールはこれはいけんな無理だね伊藤博さんアイスありがとうそうなんもったいないと思っていや本当に <laughs> あのー話さんければよかったこれなんかね <laughs> なんかちょっと印象的にね おメール取ってくれたのありがとうそうだよでも今日7つ ?8 つ7つ ?8 つぐらいだったでもいつもはもっとね今日はね今日はお締めの誕生日だというのに今日が一番365日で一番マジであの教えの愛が薄いメールでしたもう普段の方がもうなんか デレデレというか <laughs> なぜか今日が一番あのドライだったよねうん「プーさん焚き火2個ありがとう」いやマジで本当にそうなのね今日そう今日 なんでだろうねでもブログをね今日朝から収録だったんですけどでもその収録の合間とかもあの休憩時間とかの間とかあの待ち時間とかで昨日寝る直前までメールじゃないブログ書いとってで最初あのブログを書くとき私は載せたい写真から選ぶんですよ。 書きたいことってより写真を選んで写真の補足とかを書きたいから写真から選ぶんですけど最初ねあのカメラフォルダでおきさん写真をこうやって選んであこれ可愛いけど載せたいなとか選びよったら60枚超えたんですよでも1個のブログで60枚の写真とか私前にね結構載せたことがあってその時もなんか。 結構アップするのに時間かかっててマネージャーさんがあ申し訳ないなっていうのはその時に理解したんよあこれはちょっとマネーージャ読ん,んでる側もう結構視力結構悪くなるしなとか思って理解して最近は控えめなね簡潔なブログとかにしてたんですけどで1日かけていろいろお仕事の休憩時間書きまして で写真もいやこれやっぱ今誕生日に載せるやつではないかとか思ってじゃあこれはいいやとか思ってあでもこっちはこっち載せたいなーみたいな新しい候補が出てきたりして57枚の写真で1ブログが構成されてで文章も写真一個一個にこれはこういう時ですみたいな書いたすっごいもう何日分っていうブログ。 出来上がったんですねでもこれをこれを更新してしまったら絶対後悔すると思って自己嫌悪に陥る黒歴史製造してしまうって思ってでも過去の自分を過去の自分が頑張ってさその寝る間も惜しんで休憩時間とかも全部費やして書いた。 過去の自分が報われるるには提出するしかないでも未来の自分を救うためにはこれは出さない方がいいんだ世の中に出したらもう大変だと思って葛藤して,ってずっと今も <laughs> まだマネージャーさんに出してないんですけど葛藤と共に今日日は行きました1日そう分割したらそうなんか違うかなと思って。 出す？いや私はねこうやってねいろいろ話すじゃないですか。話せば話そうと気持ち悪くなるんですよ。だからブログとかもいろいろあ誤解されないようにちょっと気持ち悪がられない、ね、補足しようと思えば思うほど変に補足してなんかより 詳しいもう博物館かなみたいな展示品かなっていう説明文を書いちゃうからより気持ち悪くなるのよそれに気づいて最近ダメなんですよ一言とかの方がいいんだと思って <laughs> 難しくないそういう塩梅というかさ好きという気持ちを私がさ好きっていう気持ちを最近は あのお仕事で一緒になることが増えたからあんまり好き好き言い過ぎたら本人的にも対応困るしなんかちょっとさしんどいじゃん絶対だってオフの時も欲しいじゃんもう常にもう身近にこんな人いたら怖いじゃないですかだから押さえてメールだけで,で書く書いてたのねそしたらビジネス疑惑で,で出てしまって。 がどう。どうしたらいいんだって。何の話してるんですかね、私は一体。何を熱弁してるのかわかりませんけど。別に解決策は求めてなくて。<laughs> ただ。こういう経緯で、今日は全然。あの。おしめ、押しめ言ってないですよっていうのをね。言いたかったんだけど、さっき言った通り。もう補足情報を足しすぎて。 あのよくわかんなくなっちゃった自分でも、ただそう言えばいいのに、もう本当にわかりませんって一言わ <laughs> かりません、う <laughs> んもうそれもよくわからんけど、あレーにするの？今日の今週の沖さん、週間沖さん？それはちょっとネタ切れしちゃうかも、月間ぐらいでいいですか？ そうだねメールメールではね他のメール取ってる人はねびっくりしちゃうねあ日刊だってなるよ <laughs> メールだったら日刊だもんもう日刊どころか、あのー、3時間おきとかに来るよわしのメールはこんばんは。 この前もさソラハさんについての,あのブログを書こうと思ってさかのぼったらもうほぼ毎日一緒にいたからもう何から書くか分かんなくてでそれで結局ユニバについいて書いたんでですよ、うん、でしかもソラハさんとのお出かけを書きますって言ったのに最終的に「ジェットコーースタののことしか語ってないのソラハさんとこういうことしました」とかソラハさんが。 こうでととか一個もなくたただソラハさんと入り場に行きました私はジェットコースターがどうでこうでジェットコースターの思い出はこれでこれでジェットコースターに乗るコツはみたいなもう全部ジェットコースターそれはジェットコースターのブログなんですよあれ何なんでしょうね <laughs> 何なんでしょうかこれこんばんは グググなっているね1日何通メいや私は今日は7通か8通だったけど日によります何通送るってて決めてないです送りたい時に送ってます送送りたい時に送ってるっていうのはあの何送らない言い訳とかじゃなくてマジで控えてます今でも我慢しててあ今日はちょっとあんまり送りすぎたらみんなちょっと読みきれないし溜まっちゃって逆に読む気が起きんなと思って。 あの減らしてる方なんか頑張って送りたい時に気分で送ってますみたいな,なんかそっちの意味じゃなくてあの送りたいことありすぎるけどあの送りたいなーみたいなこれだけはどうしても送りたいなーって時に送ってます。うそう難しいんだよね。 ね、何事も塩梅頭上めっちゃ高いポニーテールあれめっちゃ釣り目だったなあの日ポニーテールする時ってこうやってすするんですよ <laughs> メイクさんもどこに行ってもどの現場でもどの人でも絶対ポニーテールする時結びます」って言ってくださってなぜかというとポニーテール結ぶ時ってあの崩れないようにすっごい頑丈な 日常で使わないような結構ガチガチの硬いヘアゴムでぐるぐる巻いてギュッて縛って結ぶんよね踊っても取れないようにだから皮膚がすすっっごい引っ張られてここんんんなななもう本当にこんななるんですよ <laughs> だから結びますと言われた瞬間こうやって皮膚をこうもう垂れ目にしてこうやってしなきゃなんだけどあの時はし忘れてたから。 忘れて途中からこうやったから結構つり目だったんですええー、仕事終わりに読んでくれてんのありがとうマコベヤさんハートありがとうビヨーンえそう頭痛はするポニーテールすると今日はポニーテールとかなんかまとめようかなと思ったけど編み込みにしてもらった私今日の髪型めっちゃ 好きで気に入ってるんですよ。見えるかな。ちょっと前髪は気に入ってないんだけど、横髪とかのこのわかりますか。見えますか。見えないか。<laughs> むずいむずい。見えてんの。 見えてるるんですか伝わるこのこのここのここの量もメイクさんによって違うのここを取る量これが今日めっちゃドンピシャで好きすぎて顔にかかってこないし全然ほら風が吹いても髪がここに来ることがなくてまあ来たんですけど <laughs> こうビーってならないしめっちゃよく これは NMB さんの劇場にこの前行った時にね昼公演でした髪型がこれだったんやけどその時の髪型がめっちゃ良くてで今日もその NMB さんのメンバーさんの写真を見せてやってもらったらめっちゃいい感じだったけど前髪がね今日ね私一番の収録だったからさもう前髪をしっかりする時間なくてピューピューピューってやっちゃって。 すっごいこんなガタガタで後悔してる。テレビなのにレインボースターありがとうございますなって読むグーグーなんてってでずっと私はさっきアイスを食べそびれたことをすごくね悔しく思っているんですよブラックサンダー せっかく買ったのにな。悔しいな、玄関で真っ逆さまに落下していったブラックサンダーエス。悲しい。え、マジでいい、めっちゃ。伝わってる。ジェンダイさん、アイス、ありがとう、苔玉さん、アイス、ありがとう。福ちゃん、アイス、ありがとう。あ、励ましのアイスがたくさん。ありがとうございます。申し訳ない、ありがとう。 商業無情商業無情の響きありああ、おみかんさんアイスありがとう今日みかん食べたよ <laughs> どうでもいいどうでもいいわ情報をしゃべっちゃった今日ねテレビの主よかったんですけどその時みかんをね一個食べたんですねめっちゃ美味しくてああみかん買えばよかった今日スーパーで。 と今度買いましょう。新一さんアイスありがとう。いっちゃんラブレターありがとう。パルムを食べている。パルムを食べているだと。何味だ。そう、ビタミンシー第一やけんね。そうなの。スタバの悲劇再びよ。でもね、昨日だっけ。昨日か。そらはさんとスタバなんだけど。 作り返さんかったよ、新作無事え確かにみかんが送られてくる時期じゃんおじいちゃんからこの前えでもさいつだったっけあれみかんがねおじいちゃんからあの来たんよ箱で大量にそしたらおじいちゃんはお店で買ってくれたらしくてそれおじいちゃんみかん農家とかじゃないからわざわざパセにあセリカに食べてほしいっていうあれで。 買って送ってくれたんやけど一箱めっちゃ入っとるのがそれ全部カビ取って箱の中身がでそれをさあじいちゃんに言ったけどなんかじいちゃんもすごいねやっぱさ孫に喜んでもらいたくて長崎から広島まで送ってくれたわけじゃないですかお金を払って送料だってみかん代だって払って送ってくれとるわけやん。みかん農家とかやったらさちょっと売り物にならないけど美味しいみかんが たくさんあるからとかあるかもやけどさわざわざ買って送ってくれとるわけやんなのに「さ孫から来た連絡は全部かびてましたって」でさなんか私もおじいちゃんにすごい申し訳ない気持ちになっちゃって悲しかったあれは今年の話ですねあれも確かいやほにね フルーツとか野菜とかってさ結構傷みやすいからね難しいですね難しい前にあのばあちゃんが <laughs> ばあちゃんもよくなんか長崎で買ったりんごとか送ってくれるんですけどその中にねあのなんか冷凍か冷蔵か冷凍かな冷凍かなんかでトマトかなんかも入ってたんよで なんかトマトの皮がもうの労してなくって <laughs> それも悲しかった私トマト大好きなんですよでばあちゃんの作った手料理をその時多分一緒に送ってくれててだから冷凍よねそうあのそ,それも悲しかったその時もせっかくさ孫のためにスーパーで選んで買ってくれとったわけじゃないですか やっぱさ長崎と広島隣同士になったら平和よいっちゃんレインボースタートバラありがとう」そうなの私なんかそういう話多くて、うん、食べ物がさ大事というか大好きというかなんて言うんですか食べ物を。 粗末にするの、私好きくないから。悲しいの、こういう話をするのも悲しいの。でも。でもさ、起きたことだから仕方ないじゃん、落っことしちゃったとか。本当に。嫌なの、あの面白半分。の気持ちはなくて、こういうことがあって悲しかったんですっていう。悲しさをね、話したくなっちゃうだけなんですけど。で。お米とかもね、す。 手間暇かけてさ育てるのを分かってるから部活であんな暑い中毎日夏休み田んぼに通ってさ <laughs> 田んぼ集合で田んぼの世話をする部活だったんですけどそうだから大変さがおばあちゃんとかも農家だったからそのばあちゃんち行くたびとかにね おばあちゃん腰痛いとか言いながらこうしゃがんで畑の手入れしたりとかしてるの見たりとかしてるからさなんかすごいねあのねうっていう気持ちになるえそうジャイアントコーンそう最近ジャイアントコーン結構。 しけしけのコーンに当たることが多くて悲しいでもこの前めっちゃパリパリのに当たって最高でした行きがいいのかなそうなのかな。稲刈部えいなかでもするよちゃんと稲刈もしてましたよ あと、なんか米の精米機の掃除とかも、なんか送風機みたいなやつでしてたよ。よなんかさ、お米のさ、機械ですぐ、あの。な粉みたいな、米の粉みたいな、たまるじゃないですか。わかる人にはわかるかな。わかる、なんか、精米機。さあ、めちゃめちゃ粉たまるんよ、なんか。機械の上とか、周りに。それを送風機でビャーって。 あもみがらあそうもみ殻だわかる,わるぬかぬかかそうあれをねファ,ファ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 ってあのめっちゃ爆音の送風機でっかいやつあのよくさテレショッピングでさあるじゃんお金持ちそうなお家の外のなんかそれはお水だけど 洗浄機みたいなあれみたいな音がするやつでビャーって飛ばすやつっュやってた気がする音うわ精米当番とかあるんですかっ大変だあのあれ好きだよ私町の精米機行くの好きあのなんかばあちゃん家に遊びに行ったらあの精米してきてほしいと言われて。 町のさあるじゃん小屋みたいななんてプレハブじゃないけどわかりますか正方形でもないけどなんか四角のさ精米のとこあれにねよく「お母さん」と言ってましたあれ大好きボケーってして車で待っとくの好き私はボケーってしてるけどお母さんはせっせと米を運んで精米して 車に乗せてあそうコイン精米機それだそれですあれねあれに行くときはお母さんとドライブできるから好きでした <laughs> その精米機が好きなわけじゃなくてあのその時間さどっか行けるじゃないですか <laughs> それが好きでした田舎え都会にはないんですか広島とかあるのかなあれ 見たことないかも。街の方にはないかな？ないかもう売っとるのか、みんなスーパーで買うんかいね。私さスーパーでお米を買ったことがなかったけん、あの小学校ぐらいの時の授業で、なんかお米の品種と値段を調べていきましょう。みたいな。なんかよくわからん。授業があったんですよ。何の授業かわからん。家庭科かな？なんかな？なんかわからんけど、なんかの授業があって。 でその時に初めてスーパーでお米って買うんやって知ったの小学校の時知らんくてなんかおばあちゃんちからあのすくうやつあるじゃんマスみたいなあれですくってビニール袋にこうやってすくっていつももらってきてたからその時にあっ世の中って広いなって小学生の時にね こん,ばんはえ味違いますよね私は佐賀のおばあちゃんちのお米と長崎のおばあちゃんちのお米違うからあのブレンドして炊いてたらお母さん <laughs> たまにブレンドこんばんは何プラシ 船橋の妖精みたいな名前だプ,ラッシー何プラスチックの妖精そう炊く時にこっちの米とこっちの米を入れて炊く何とプラッシーってえー、ジュースえ ラッシーみたいえララッッシシーーってことラッシー系ってことえープラジルえー初めて聞いたプラッシーえ気になる広島もあるのプラッシーえーすっごい飛び跳ねそうな黄色い見た目の 水色の服着てそうな名前だね。ブラシ私は小学校の時にあの畑の授業があったんですけど <laughs>、なんか私結構農業なんで田舎であるかわかんないけど小学校の時にね畑で野菜を育てる授業があったんですよ。その時にあの米の研いだ水を持っていかなきゃいけなくて。 米の研ぎ汁をあげるとなんかいいって言われて米の研ぎ汁を持ってってた授業にみんなも使いますか米の研ぎ汁お母さんが研いだ夜そうですね研いだ <laughs> 研いだやつを <laughs> ちょっと今ラップみたいになっちゃったなんか刻んじゃった研いだやつを <laughs>。 あフェットボトルに詰めて持ってって、ね、スクラッチしちゃったトイトイトイってっっえやっぱいいんだえー、いいとは聞くでも本当かは分かんないってことでもあげとくのは別にいいよねあげるかあげないかで変わるならあげといた方がいい え、汚れも強んのすごっ研ぎ汁有能じゃんじゃあ私も研ぎ汁のような存在になろうかなこれから有能えなんか皮膚が引っ張られ始めた急に後ろの髪の毛こういうね髪型のじゃあ皆さん こういうい髪型はねここで編み込みがここで終わっててこうやってなっててこれをここをめくるんですよこうやってパカッてでこれを止めるじゃんそしたらこれとこれをこのこっちのやつとこっちのやつをこのパカッてしたところの後ろに入れて結んでるの。いいよ。で今 結び目がなぜか皮膚を引っ張り始めて痛かったから取りました何の解説かなこれは <laughs> この解説はいりましたかいらなかったかもなんで急に今日一日これだったのに急になんか頭皮引っ張られた米の研ぎ汁は効くかな頭皮にともっちさんアイスチョコありがとう。 写真撮っておこうかな今度さ別のメイクさんとかにリクエストする時ここぐらいまで結んでもらってここから後ろでって言って説明するように撮っとこうかなえめっちゃ綺麗なんですよ今日のえ本当いつもなんか私結構あの段がついてて髪,が髪の毛にだからこうやってこうぴょんぴょんって今出てるやつがもっと出るの本来は。でも今日のメイクさんめちちゃくちゃく もうどんな髪型をお願いしてもどんな髪型お願いしてもだしどんな雨の日の湿気がすごい日でもすっごく上手なんですよまとめるのが前髪は自分でしたから下手っぴなんですけど今日ねめっちゃ綺麗なのめっちゃいいしかも私は丸顔頭蓋骨が丸 いからあんまりここら辺から編み込むとなんか形がよく分かんなくなっちゃうんだけどなんか今日は顔に沿っている感じでとてもとてもいいですすごくいいくて明日のお仕事もこれでいきたい気分なんですがダメですね頭を洗わなければいけない。えよくさ街とかにいる あ頭ちょっと待って頭と髪の毛一緒に発音しようとしたらすっごいなんかよくわかんない日本語出ちゃった頭さあず,ずっとじゃない全部さ編み込みの方いるじゃないですかちっちゃい細いあれってさあの決まった日に外して洗浄するのかなどういうふうにあれできとるんかいつも気になるあ取っちゃったなぜか いつもの癖で <laughs> 配信終わったあと写真撮ろうと思っとったのに撮っちゃった薄あドレッドヘアえ私1時間話しとるけん今。 え、結んだまま髪洗うんや、えー。大変だ。私何も、ね、明日からのお仕事の準備、何もしとらん、検査は。やばいよ。早起きだって言ってんのに。<laughs> こんなのんきに。どうでもいい。私のお米トークをしてしまっていました。私が。コイン精米機に行くのが好きって話を。今日はみんなに聞いてもらいました。 米トークえー、そうなんやえあれはさえあんだけ編み込んどったらさ外してからもしばらくあのうねうね残るんかな三つ編みとかってほどいたら残るじゃんめっちゃいいよね今日はこれ。 ほんといいこれ今日のメイクさんさあ私がお金持ちだったらさどの仕事東京とか長崎とかどこの仕事現場でも「すいません今日もお願いいたします」って言って交通費も人件費とかもなんか全部ね出せるんですけどあいにくこちらアイスを買うので精一杯なので。 アイスクリームを食べるので精一杯だからちょっと無理でめっちゃいいさっきまでもっと良かったけど撮っちゃったよね撮りますかもうだって二度と同じ髪型はないから写真を撮ってももう無理だよ撮っとこうほらなんかなんか犬みたいになった。 なんかねアイスを買うのは躊躇ないんですよ何個買おうとでもでもさ服とかを買うのは躇しちゃうの何 <laughs> なんでしょうね同じ値段というかさアイスをいっぱい買わなかったらその分で服買えたりするっていうのはちゃんと理解してるんですけどアイスを目の前にするとその理解がなかったことになるんですね。そういうい 脳みそが機能してないというか脳みそがちょっと迷子になるんですその瞬間急に留守になるんですよだから頭の中が空洞で考えることもできなくて気づいたらアイスを片手に公園のベンチとかで食べてるそうだよ今日は空らはさんに。 お洋服貸した本当はニットだけをね貸してっていう話だったんですけどスカートも私が無理やり貸したんですよだから今日履いてくれてて「スカートは違うの履くかも」って言っとったのに今日「こいらのツイート見たらスカートも履いててさすがに好きすぎましたマジでも本当最近やばいんです本当にじゃあちょっと私の最近の,あのちょっとやばい キモキモエピソード話しますね。この前昨日か一昨日き一昨夜かなソラハさんと一週間ぶりに会ったんですね。でも一週間ぶりに会ったけどもともと会う予定じゃなくてでその日え待って説明難しいパセが <laughs> なんて言ったんやろパセが東京で PR 舞台のお仕事があってそのまま沖縄に行ったんよで私沖縄ずっとホテルでさ私以外のメンバーみんなお仕事テレビとかラジオとか行っとる間も一人ホテルで寂しいですみたいなずっとメール送ってたですねで広島帰ってきてからも結構メンバーの中でもあの体調崩す子が多かったからお家でゆっくり過ごしてたんですけど ソルハさんがそのタイミングで東京に行ったんよお仕事ってだから1週間会わなくなっちゃってでそれでもう寂しさが限界突破してしまってでねソルハさんからその日にラーメンのね写真が送られてきたんですよラーメンだよって <laughs> ご飯食べたよみたいな感じでラーメンの,シーン来たのそのラーメンの画像を見て私はあのもうなんかよく分かんないんですけどその寂しい1週間会ってない寂しいとかホテル沖縄のホテルとかでずっと誰にも会わず一日過ごした寂しいとかが全部そこのラーメンの画像でスイッチが入ったのか知らんけどラーメンの画像を見てただ涙を流してしまって。 めちゃ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 キモいじゃないですかベッドのえ起きる気力もなかったからこうやって寝転がってスマホ見てあラーメンの数来たしかも大号ごなんかチョロチョロとかじゃなくてなんか結構な量の大粒の髪でボロボロ出てでそれで紗羽さんに「寂しくて泣いてます」って食ったんよでも「泣かないで笑って来て。 泣かないで笑って来たからあこれ絶対なんかバカにしとるなと思ってその日会った時にあの「本当に泣いたんですよあれ」って「ガチで泣いたんです」って言ったら嘘じゃん嘘でなんか冗談でさ冗談っていうか比喩で寂しくて泣いちゃうとか言うじゃないですか人間ってすぐさあの盛るじゃんみんな。人間盛りがちじゃないですかで それだと思ったららししくてわらつけたらしいバカにしとるとかじゃなくて嘘と思ったらしいうっていうか冗談と思ったらしくてでも私はただただラーメンの画像を見て涙を流す女だったからその日えそう優うじゃないですかみんなも「推しメンがかわいくて泣いちゃう」とか「優うじゃん泣いちゃった」とかじゃないんですよ私はラーメンの画像をただしかも自分が食べたいラーメンとか言って。 なんか思い出のラーメンとかでもなく <laughs> ただ送られてきた初見のラーメンを見て涙を流した <laughs> めちゃめちゃ気持ち悪いエピソードがあります私には切り札私のみんなのどうこれに勝てますかね超後ろや何て言うかこういうのなんかさ一緒に「せーの」で出してさトランプとかで数が大きい方が勝ちみたいな。 で私結構強いキングレベルで強いよ k だよ k 沖縄観光六日目え、待ってえー、毎日増えていくなと思ってたんよ私お名前の観光の日数がいや、びっくりしちゃった 気をつけて帰ってね惜しめん <laughs> えフ、ー、ラーメンね今日食べたかったけどなんか行きたいラーメンが分かんなくなった行きたいラーメンあるんですけど昼しかしてなくて約束してるんだけどねあのメンバーといろんなメンバーと <laughs>。 1その一個の店にすごいもう本当に行きたすぎるお店があるんですけど昼しかそこ空いてなくってだから予定が合わんのよだからいろんなメンバーに「ここのラーメン屋さん行きたいんよね」って「え行こう行こう」っていうのをあの多分5人ぐらいのメンバーとやってる。<laughs> 本当にじゃ,ああのじゃあ今日のクズエピソードさっきはちょっと気持ち悪いエピソードだったけど最後クズエピソードなんですけどいろんなメンバーと1個の飲食店に行く約束をしてしまう 本当にあのすいません結局誰と行くんだろう結局誰とも行ってもらえなくてさ私が約束した A, A さん B さん C さんとかでその A さん B さん C さんで行ってるかもしれない結局え池田とラーメンは行ってないですまだ1年前に約束したからまだ1回も行ってないですでもねこの前誘ってくれたんですよお仕事の合間でちょっと空き時間あるから パセリラーメン行こうとやったけどその日私お仕事かなんかで予定は入ってて行けなくてせっかく連絡くれたけど行けなかったうんねっ <laughs> 私本当に良くないそういうとこ息子。なんか爆発しちゃうえっそうだった私早起きなんやったやばい そうでした忘れてました終わりますね配信 <laughs> えー、ごめんみんな12月一発目からこんな調子だ大変鍵結んだんやばいとやばいって絶対えー、ええー、おいしょ ですよね早起きメンバー大体終わってますよね絶対そうだと思ったあと私が配信始める時も今日 s t n のメンバーあんま終わらんなと思ったもんうん。タワーある嘘,嘘嘘嘘アイスタワー友知さん待ってショしてもいいですかこんだけ話しといて申し訳ないヒゲメガネさんクリスマスじゃなかったクマリギスありがとうロングさん風呂敷 くろさん、ありがとう。スタンプクックさん、雪の結晶十個、ありがとう。えー、ごめん。ごめん、今気づいたようん <laughs>、えー。え、書こうかな。え、でもな。ちゃんと、しっかり、あの、バタバタ今書くより。丁寧に書いてもいいですか。丁寧に書かせてもらいます。 したちゃんと山崎さんかわいい10個友地さんかわいい千君くんバラしんちさんだるまありがとうええ申し訳ない教えてくれた方ありがとうございましたカピバラミキアさんバラありがとう大丈夫リンコのように落せリンコは150人待ちでしょ 記録しました。待ってて。ありがとう。こんばんは。山崎さん、可愛い事故、ありがとう。そうなの。できる。え、S T U D I E 配信したのはミチさんとパーだけ？やば。やばいね。 終わろう私今日ねあのね明日のお仕事の準備をね荷物をね準備せんといけないけど多分ダラダララしちゃうんですよ、ね、だからあのソらハさんに LINE したいなと思って「LINE しますね」って言ったけど何か,か拒否られたさっき拒否られたんです ラインする自由も与えられなかった。ありえない。頑張って。急ぎます準備。頑張る。じゃあ男女見たいと思います。いきます。十歳スプマンテさん、十二カメさん、十一ジンライさん、十以下東色らさん、九位イッちゃん。 八福ちゃん七位、山崎さん六位、くろさん五位、わおわおさん四位、やすべえさん三位、ぷーさん二位,位,位、ゆうたくん一位、ともっちさんありがとう、アイスタワーありがとうございましたじゃアイスタワーもらったから <laughs> みんなに、じゃあ今日のじゃあこうやってぱって引いたところのさどっちがいいですかじゃ 一冊ずつ今日のアイスをみんなにねじゃあ明日みんなが食べるアイス私は消えますストップって言ってくださいあ無理じゃん待って <laughs> 無理でしたすみません <laughs> ストップってみんなが言ってもう聞こえないこっちにごめん今日いた行きます <laughs> うーん <laughs> ストップ あ、ちょっと違うなんか説明ページだったストップお神奈川県神奈川県ですえー、っと「ル・サロン・ド・ミナスクイーンズ・スクエア横浜」フランス発の高級紅茶ブランドが手がけるオリジナルロイヤルミルクティーソフトクリームおーすごい高級な味らしい 4つ載ってます4つ載ってるんですけど「抹茶茶ジェラート総本家鎌倉茶茶」「苦味の限界ぎりぎりまで抹茶を練り込んでいる」「味は濃いけどすっきりとしたお茶の香りと苦味後から来る甘みが最高」って書いてます3個目はいきますよ「チャイティーカフェ本店」「スパイスの効いた本格的なチャイが」 ソフトクリームチャイにチャイソフトが乗ったチャイフロートもおすすめだって言ってます最後横浜大飯店中華料理店の本格派,本格派杏仁ソフト口当たりが滑らかで後からしっかり杏仁の風味が口いっぱいに広がるボリュームたっぷりの4巻きソフトだけど食後のデザートでもペロッといけちゃう美味しさ 書いてますじゃあ今日のこの毎日発表していこうかなじゃあこっちのアイスも行きますストップね言うから自分で <laughs> ストップはみんなでの言っても聞こえないのんで、ね、ストップお瀬戸内です瀬戸内でしたすごいじゃあ4つ紹介します兵庫県あこれ前紹介した気がする え私が着きたいとこえ待ってでもちょっと集合体えでもこれ前もそういう話した気がする盛りたやったっけみ方兵庫県盛かりた洋菓子店の人気アラゴスタソフトクリームにえアラゴスタソフトクリームにはマルオ牧場の新鮮な生乳を使用カリッと香ばしく焼き上げた生地とすっきりとしたソフトクリームの相性は抜群 アラゴスタとはイタリア語でイセエビの尻尾という意味らしいですうじゃあ2つ目いきますえこれえこれ前もね多分ショールームで話した兵庫県って書いてるけどこれ広島なんですよ広島なのに兵庫って書いてんのこれポーラーベア広島市中区に本店を構えていた人気のジェラート専門店 本店は閉店したが県内の商業施設などでこだわりのジェラートを販売毎日メニューを変えて作りたての味を提供しているこれ大好きなやつ私がねじゃあ3個目いきまーす宮崎県中津屋えこれ何駅って読むんやろ JR なんとか駅そばにある一番大事一番大事にとこ読めないなんかね なんて思っちゃうこれ妖怪みたいな感じ超えた妖怪みたいな感じ1969年昭和44年創業のアイス店アイスはさっぱりとしていてアイスクリーム近い味わいお店には地元の高校生らが集い放課後のひとときを楽しんでいた最後兵庫県鈴木商店あやパん1947年昭和22年に食堂として創業し 現在はアイスキャンデーやソフトクリームを販売する鈴木商店。まとめ買いするお客さんも多いという長年地元で愛され続ける有名店だ。美味しそう、カルピス味がおすすめって書いてありますね。これには。はい、今日のアイスのコーナーでした。コーナーとかやって、今日から始まりました。思いつきで今始まった。また今度やりましょうね。 終わりたいと思います。えー、やばいね、私今日めっちゃ話しすぎちゃったかも。終わる。おやすみなさい。そう、明日は早起きだから。帯、あ、帯駅って読むの?。え、そう、そそれ、その感じです。帯駅ってもむのか。お。おやすみー。帯駅。学んだ。 多分明日に忘れちゃうかもだけど頑張って覚えます帯浴衣着物帯帯液ありがとうおやすみなさい